皆様こんにちは。ハワイのトリセツのアイナです。私が今いるのはアラモアナショッピングセンターの山側1階です。ちょっと西寄りですね。左手に見えているのは前にハワイのトリセツでも紹介したサーファーズベーカリーです。今日はそのお隣にできた新しい台湾スイーツのお店ミートフレッシュに行ってみたいと思います。久しぶりにアラモアナショッピングセンターをブラブラしていたらちょっと小腹が空いてきたので、そういえば前から気になっていたお店があったんだと思ってやってきました。このお店結構、できたばかりの新しいお店です。外にちょっと写真が貼ってあるんですが、なんか美味しそうでしょう。中を覗いてみたらまだそんなに人が入っていなかったので入ってみることにしました。注文はカウンターでするか、セルフオーダーマシーンもあります。私は初めてでよく分からず入ってしまったのでカウンターで注文することにしました。フリー Wi-Fi もあります。アラモアナセンターにも Wi-Fi があるんですが、ちょっとスローなのでこれは嬉しいです。レジの横には地味な感じでグッズやスナックが売っていました。お店の感じはこんな感じです。一人でもね、ちょっと入りやすそうだなと思って入ってみました。そしたら一人で結構食べてる人いました。男性の一人スイーツもいましたよ。カウンターにあったメニューをもらってきちゃったのでここでゆっくり見てみますね。とにかくこの写真美味しそうです。メニューたくさんありますが、スイーツオンリーのお店です。自分で好きなものを選んで好きなもので自分のスイーツを作れるようです。私は考えるのが面倒くさいので、もう組み合わせが決まっているものを選びました。シグネチャーメニューからアイシータロボールを選んでみました。シェーブアイスもめっちゃ美味しそうです。気になったのがこの豆腐プディング、そしてオリジナルエッグワッフルもあります。裏は飲み物と、スモールバイツ、小さいスイーツですね。これはね、全部試したくなっちゃいますね。できましたよ。出来上がると自分の番号が表示されるので取りに行きます。見てください。すごい美味しそう。なんかフルーティーなスイーツもいいけど、このアジアンチックなスイーツが美味しいですよね。大好きです。あと思ったよりボリューミーです。これがお芋で作っているお餅ですね。茶色のはボバです。真ん中にドーンと乗っているのがペースト状になったタロイモです。
そしてシェーブアイス全部混ぜ混ぜして食べます。あ、少し大きめのお餅の中には、中に、なんか甘いあんこのようなものが入っていました。これはシグネチャーメニューだけあって美味しいです。そしてとにかくサイズが大きいんです。どうでしょう、この角度だったら分かりますか。小さめのラーメン丼みたいですね。食べても食べてもなくなりません。これデザートっていうより一食分って感じですと思ったら、向こうのテーブルの4人組女子は4人で2つ頼んでシェアしていました。皆さんもね、そうした方がいいかもです。食べ終わったら自分で器を返してくださいね。ミートフレッシュは台湾出身の風兄弟が厳選された素材を使い、秘伝の方法を使って無添加の柔らかいタロイモ団子や薬膳ゼリーのスイーツを作っているそうです。無添加って聞くと安心しますよね。あとですね、甘すぎないのですごくいいと思います。とても美味しくいただきました。さてこの動画もうエンディングかなと思いきや、また行っちゃいました。気になっていた豆腐プディングを今回は頼みました。豆腐プディングっていうか、これ結構豆腐そのものって感じのお味です。甘い蜜の中に入っていて、小豆のトッピング、一口食べたら、これは豆腐やんと思って、どうかなと思ったんですが、癖になって全部食べてしまいました。皆さんも台湾スイーツぜひ試してみてくださいね。それでは良い週末をお過ごしください。また来週。